はい、どうも、こんにちは、キリンです。今回、柴田さんじゃなくて、水谷さんですね。水谷さんの昨日の動画、柴田さんの歌えるのコンサル失敗みたいな動画の、最後にですね、おまけ情報があってですね、それが、井川さん、バズの井川さんから水谷さんに、リーク情報があるとの DM、おそらくツイッターの DM だと思うんですよね。これ、僕 iPhone なんで、ちょっと画面が違うんで、100% じゃないですけど、まあ、ツイッターの DM だと思います。それで、リーク情報があるから会いませんかとの、メッセージが来たと。はい。で、これをですね、まあ、水谷さんは、まあ、本物か偽物か分かりませんって言ってたんですけど、そんなことあるって思って、そこが、なんか僕すごい引っかかってですね、で、コメント欄見ても別にそこを突っ込んでる人いなくて、あ、なんか僕はおかしいかなってちょっと思ったんですけど、まあ、だからちょっと疑問系の動画になるんですけど、まあ、ツイッターであればですね、水谷さんってバリューソードの時に井川さんのアカウントなんか絶対チェックしてるはずなんで、でもアカウントチェックしたらですね、その、偽物か本物ってすぐ分かると思うんですよね。で、なんで、わからないってことを言ったのかっていうことなんですけど、まあ、一個考えられるのは、まあ、本当は偽物って分かってるけど、まあ、あえて、偽物か本物か分かんないっていうことで、まあ、ちょっと見てる人の注目を集めたかったっていう。まあ、わざわざですね、あの動画は7、8分ぐらいで終わってるところを、まあ、無理やり10分に引き伸ばしてるような動画なんで、まあ、そういう意味もあるのかなっていうのと、あとはですね、実は本物説。実はその、水谷さんが公開したツイッターの DM の後もですね、もうすでにかなりやり取りを行っていて、まあ、水谷さんがですね、本物か偽物か分かんないというふりしてるけど、なんていうんですかね、その水谷さんが、まあ、本物ですと言ってしまったら、まあ、井川さんももちろんその了承した上で、まあ、昨日の動画で公開してるっていうことになると思うんですけど、まあ、水谷さんが本物か偽物か分からないということであれば、まあ、水谷さんの独断で、まあ、メッセージを公開したっていう体にできる、まあ、ということで、まあ、本物か偽物か定かではないという体で、まあ、あのメッセージを公開することによって、まあ、バズ関係者だったり、まあ、ネクステ関係者に、まあ、何かしらのメッセージを伝えたかったっていうことかもしれない。ちょっとわかんないんですよね。まあ、そもそもまずツイッターだよなっていう。まあ、ツイッターじゃなかったら、ま、かなり無駄な動画になってしまうんで。どうなんですかね。ちょっとわからないな。ちょっと考えすぎて頭働かなくなってきましたね。頭動け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 。すみませんでしたー。皆さんはぜひ概要欄からライブの方にお願いします。はい、ということで YouTube ライブ水金日とやっておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。さようなら。